スヌークは、アメリカ海軍の潜水艦、スキップジャック級原子力潜水艦の一隻。艦名は、鈴木木に属する細赤目にちなむ。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦68番艦以来2隻目。スヌークは1958年4月7日に、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港した。1960年10月31日に、 ジョージ・エル・ウォーリング夫人によって、命名、浸水し、1961年10月24日に、艦長ハワード・バックネル三世中佐の指揮下収益する。ピュージェット・サウンド海域での成長に続いて、スヌークは1962年6月23日に、カリフォルニア州サンディエゴを出港、第7艦隊の一席として、西太平洋に展開し、12月21日に、 母校に帰還した。1963年2月1日、船体の広範囲な改良のためにバレー法のメアアイランド海軍造船所に入居する。作業完了後8月23日にメアアイランドを出港し、サンデー5海域での作戦活動後再びメアアイランド海軍造船所に入居し3ヶ月半の修理及び新型の電子機器を搭載し、続いて、 第七艦隊に加わって、西太平洋に展開する。サンディエゴ海域での沿岸作戦活動後、スヌークは1965年3月19日に、出港し太平洋西部で6ヶ月の配備に着いた。この配備におけるハイライトは、日本の佐世保及び、韓国の賃海への訪問であった。配備の功績により、スヌークは、主君部大賞を受賞した。サンディエゴへ帰還すると、 スヌークは続く6ヶ月間を音響孔明及び管ドックでの維持作業で費やし、1966年4月16日に太平洋西部に向かった。この配備においてスヌークは沖縄、横須賀、佐世保、賃海、スービック海軍基地を訪問し、11月19日にサンディエゴへ帰還した。1967年3月19日、スヌークはサンディエゴを出港し、 ワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海群像戦所に向かった。同所で14ヶ月のオーバーホール及び燃料補給を受ける。1968年6月30日にサンディエゴに帰還し、沿岸での活動を再開、それにはアーチャーフィッシュを標的として海没処分する作業も含まれた。スヌークは1969年前半4ヶ月を 様々な対潜水艦戦演習への参加及び海外配備の準備で費やした。5月に再び西太平洋配備へ出港し、7ヶ月に及ぶ活動の後12月22日に母校に帰還した。1970年1月後半に両艦とともに演習、アップタイドに参加する。6月から9月までメアアイランド海軍造船所に入居し、 サンディエゴに帰還すると第七艦隊との6ヶ月の配備に赴く。サンディエゴには1971年7月12日に帰還した。その後はカリフォルニア州沿岸での作戦活動で年末まで過ごした。1972年最初の4ヶ月はサンディエゴ海域での活動に従事し、5月13日に出港2ヶ月の巡航でベトナムのアメリカ軍を支援し、 台湾の高雄を訪問した。ピュージェットサウンド海軍交渉でカンドックの作業を受けた後、スヌークは1973年1月10日に出港し8度目の第7艦隊との配備に就いた。この配備では、新珠湾とグアム島を訪問している。スヌークは6月16日にサンディエゴに帰還し、4週間の維持調整作業の後、4週間のソナー評価試験に従事した。 演習、コントゥックス12から73に参加した後11月26日に燃料補給及びオーバーホールのためメア,アイランド海軍造船所に入居した。スヌークは1986年11月14日に退役、同日除籍された。船体は原子力艦再利用プログラムに従って、ワシントン州ブレマートンで1996年10月1日に解体が始められ、 1997年6月30日に解体が完了した。ありがとうございます。